トマールのキリスト教修道院は、ポルトガルの都市、トマールにある修道院であり、12世紀にテンプル騎士団によって建設された。14世紀にテンプル騎士団に対して解散命令が出た後、ポルトガルに存在したテンプル騎士団は、キリスト騎士団へと改変され、彼らが管轄することとなった。キリスト騎士団は、 大航海時代のポルトガルを支え、ポルトガル海上帝国の礎を築いたことで有名である。1983年にユネスコの世界遺産に登録された。1160年にテンプル騎士団によって建設が開始された。12世紀の後半にはポルトガルにおけるテンプル騎士団の本部の役割を果たした。もともとトマールの修道院及び城塞は、 木興したばかりのポルトガル王国のタイムアジニエの防波堤の役割を果たしていた。青色の部分がマヌエル一世時代に建設された部分。赤色がテンプル騎士団時代。緑色の部分がエンリケ公開王子の時代に建設されたことを示しているテンプル騎士団の沿道は12世紀に建設された。他のヨーロッパ世界にある テンプル騎士団の教会と同様に、エルサレムにあるオマールモスクをモデルとしている。このオマールモスクは、十字軍がエルサレム神殿の名残と信じたモスクである。また、エルサレムの聖墳墓教会もモデルとなっている。キリスト教世界の年代記に従うと、トマールの城塞は、1190年にヤークブ・マンスールの攻撃を耐え抜いたとされる。 1312年、全ヨーロッパ世界でテンプル騎士団の活動が禁止された。しかし、ポルトガルで活動していたテンプル騎士団のメンバーを中心に、当時の国王ディニス一世は新たにキリスト騎士団を結成した。1357年にトマールに移ったキリスト騎士団がここを本拠地とした。トマールのキリスト教修道院のハイライトは、 1417年から1460年に、キリスト騎士団の団長を務めた、エンリケ公会王子の時代である。エンリケは、レコンキスタが終了したポルトガルを大公開時代に、飛躍させた立役者であると同時に、トマールのキリスト教修道院では、墓の回廊を、木翼の回廊を増築した。1484年に、キリスト騎士団の団長に就任し、 1492年に国王になったマヌエル一世も、また、修道院の増築を行った。沿道へ至る新しい回廊を建設するとともに、修道院内部の装飾や絵画を増設した。マヌエル一世の後を継いだ、ジョアン三世は、クレルボーのベルナルデュスの宗教観を持った国王で、あると同時に、1557年には、新しい回廊の建設を命じた。 この回廊はポルトガルにおけるルネサンス建築の中でも特筆すべきものがある。1581年、スペインとポルトガルの同訓連合が成立すると、フィリペ一世を国王として認めた。スペインとの同訓連合時代に修道院への創水路が建設された。マヌエル様式の窓トマールのキリスト教修道院は、ロマネスク建築、ゴシック建築、ムデハル様式、 マヌエル建築、ルネサンス建築といった様々建築様式が融合した建築物である。1160年に戦略上の拠点としてトマールに城塞が建設された。ナバオン川に近い丘の上に建設された城塞は城壁と地下室を兼ね備えていた。キリスト教修道院の地下室は城塞における住居と司令塔の役割を果たし、 テンプル騎士団によって紹介されたポルトガル最古のものである。トマールの町が建設された時点で、ほとんどの住民は、この要塞の中に居住していたとされる。テンプル騎士団の紹介によって建設された、もう一つの特筆すべき構造物は、沿道である。12世紀に建設された沿道は、外側から見ると16角形の構造をしており、手楼を合わせて持つ。 沿道の内部は八角形の構造をしており、シュアユミ回廊へとつながるアーチと結ばれている。前述のように沿道はエルサレムのオマールモスクや聖墳墓,墓教会をモデルとしたロマネスク建築である。中東はロマネスク様式の性格を色濃く残しており、植物と動物のモチーフを描写している。中東の様式は同時代に建設された、 コインブラの旧大聖堂の影響を受けている。沿道内部は、ゴシック様式、マヌエル様式の彫刻と絵画で飾られており、増築は、1499年にマヌエル一世が命じた。中央部の八角柱と、シュアユミ回廊の壁面は、ゴシック様式の天外で覆われた聖者と天使の彫像で彩られ、一方で、 キリストの一生果てを描写したゴシック様式の絵画とパネルで、朱歩み回廊の壁と天井は彩られた。墓の回廊ジョアン三世の回廊、エンリケ公開王子は、ゴシック様式の新郎を修道院に増築した。墓の回廊と目浴の回廊である。墓の回廊は、騎士団に所属する騎士と修道像のために建設された墓所であり、 優美な二本の円柱の中東は植物をモチーフに描写していると同時に16世紀に作られたタイルで壁は飾られている。またマヌエル様式のバスコダガマの兄弟であるディオゴダガマの墓もある。木翼の回廊ではかつて修道像がここで木翼をしたことからその名前が付けられた。サンタバルバラの回廊は16世紀に作られた。テラスの上部には 有名なマヌエル様式の窓がある。マストやロープ、鎖といった大航海時代をモチーフとして用いられている。ジョアン3世の時代に建設が開始された回廊が、ジョアン3世の回廊ある。1557年に建設が開始され、完成したのは、1591年のフィリペ一世の時代である。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、 登録された。ありがとうございます。